え、皆さんこんばんは、大人のための東映特撮解説、私は菊池さんです。それでは、一番しぼりさんにテーマ曲をやっていただきましょう。その前に、すいません、恒例みたいになってしまいましたが、あの高級化粧布で顔を拭かせていただきます。はい、一番しぼりさんでございます。パチ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 。それでは一番しぼりさんにテーマ曲をやっていただきます。私は黙りますので、皆さん一番しぼりさんのテーマ曲をお楽しみください。東映エクサスタジオ、内田優作社長、江連隆先生、ありがとうございます。そしていつも見てくださる方も本当にありがとうございます。乾杯。カカビャーン、カカビャーン、乾杯。美味しいございますよ。うん。まあ本当この時が来たらやっと。いいもんですね、本当ね。うん。電磁戦隊メガブレンジャー。メガブレンジャー。18話。守るぞ不思議な少年の森。キノコねじれ。戸籍。戸籍っていう名字があるんですね、はじめさん。1932年前。これ、荒川さん、脚本の2連発の2発目。田崎さんも仲良く2連発の2発目です。戸籍はじめさんは2013年に残念ながら81歳でお亡くなりになっています。で、少年は畑中健人っていう、この不思議な少年が出てくるんですけど、これは畑中健人っていう人でございましてですね。で、この人は1988年、生まれって書いてるけど、同じ人ですかね、多分同じと思うけどな、違うかね。1988年ということは、これは97年の作品じゃない、作品でございますから、9歳ですね。うん、9歳。合ってますよね。何かな、小劇場まで。なんとかから小劇場。何これ。多数の作品に出演、子ものには旗揚げより参加し、これだからまあ劇団とかじゃないんですか、子もの。子ものっつったら、もちろんって言うんですよ。子もの、子もの、ワイナー。わかんないですよ、スペイン語じゃないかもしれないですよ。旗揚げより参加、以降全作品で主演。旗揚げより参加して以降全作品で主演をしている。代表作は95キロと97キロの間、3人いるなど。現在、これアルファベットですね、の代表。このなんか3人いるびっくりマークっていうのはなんか見たことありますね。うん、この作品なんですが、森の妖精みたいなのがこの少年なんですよ。で、その森の妖精はここのこの組織があるじゃないですか。組織名前忘れたけど、で電磁戦隊のこれがその基地を建設予定だということを知ってるわけですよね。だから森を壊さないでくれ。で、そのこのキノコねじれはまあ火をつけたりするわけですよね。で、なんかそこの要は昔隕石が落ちて、でその上に緑が広がっていて、その隕石のなんかがそれをなんか回収するみたいな話で、まあ森が邪魔だから森を焼き払おうみたいな話で、まあ昔って言っても森ができるってことは相当の昔なんでしょうね、覚えてないけど、そういう作戦でした、このねじれ兵士屋は。でもこの
全員困るわけですよね。かといって人間でもないから、そのあれですよ、あのそんな地球を守るとか言って、いやそれは地球じゃなくて人類じゃないのみたいな話ですよね。森は森なんだから、もうあの人は森らしいですか、とにかく森さん。それで、ね、人間が入ってくればタバコを捨てたりとか缶を捨てたりとか、ろくなことしないわけですよ。で、あのそれを見てこうで、あの心痛めるというか戦うわけですね。帰れっつって、もう二度と来るなとかね、出て行けとか言うわけですよ、うん、動物たちもね、森にいますけどね、好きに振る舞っているようでね、あの何でしたっけ、ちゃんとまあ守っているというよりもですよ、な、まあ分かんないですよ、僕も動物たちじゃないからね、私ご覧の通り一応人間のつもりですけど、うん、まあ長い歴史がありますから、人間っていうのは新参者でございますからね。人間も猿なんですけど、毛のない猿ってよく言いますが、あのだいぶなんか変に進化してしまったっていうかね、まあ滅ぶんでしょう、分かりませんよ、いい加減なこと言えないけど、あのすごく短い時間なんですよ、この人間の文明っていうのは。でその間にやってることっていうのは、こうなんかその他の大先輩の動物たちや虫たちや植物なんかに対して非常にこう、あれみたいですね、ちょうどアメリカ人、あのイギリス人がアメリカに行ってインディアン殺したりとか、あのなんだっけね、南米とかで原住民を殺したりとか、まあどこでもやってるんじゃないですか、あのね白人の皆さん。もちろん殺すって言っても、あのあれも多かったそうですけどね、あのなんだっけ、パンデミック、伝染病、要はその抗体がないわけですよ、その白人だから。よくなんかあのほらアメリカでそのバスで黒人と白人を分けるとか、黒人と学校を分けるとか言うじゃないですか。あれはまあ理由の一つとして、あのまあ理解、危険なんですよね、やっぱり。あの全然違う環境に育った人っていうのは、何かに対してこう抗体があるわけじゃないですか。だからそういう人が、で実際そういうことが起きたわけですからね。だからその、まあアメリカインディアンだったか、まあアメリカインディアンもそうなんですけど、南米なんてほとんどもうその病気で、実際に人が人をもうかなり殺したんでしょうけど、それよりもその、あの、パンデミックで死んでます。なんでこんな話をしてるかっていうと、その、わからないからやってるわけですよね。わからないというか、うん、そういうものに価値を見出そうという、うん、やっぱり邪魔、迷惑って言わなきゃいけないけど、なんて言ったらいいんでしょうね。まあだから狼に襲われたりとか熊に襲われたりとかすれば、ね、やっぱり森って怖いなと思うんですけど、怖いなと思う以前に、あのやっぱりそこにはあのね、絶妙なバランスで生活している生き物がいるわけだから、でなるだけ、まあ、まずは行かない、ね、で行かなきゃいけない場合はなるだけそれを、ね、あの壊さないように、で要はそのルールを知らないわけですからね。見えないし匂わないし聞こえないしね。でもその、まあ、生活している人たち、人じゃなくて生き物たちっていうのは、見えなくても聞こえなくても、まあていうかもうずっとそこに住んでるわけですから、もう分かってるわけですよ。でそのルールに従えないあの生き物っていうのは絶滅してきたわけですよ、ね、だから僕なんか人間ってその絶滅への道を歩んでるよね、まあ、言ってる人多いですけど、これはね。でこの少年は森ですから、ね、でこの何でしたっけ、デンジブラックじゃなくて何だっけ、メガブラックがあの森に入ってきたから、こう人間だっつって追い出そうと思ったら、なんかその缶からを拾ったりとかゴミを拾ったりとかしてるから、ニコッとなるわけですよ。で君は違うって言って、でそれで当たり前のことしてるだけだよって言って言うんです。この人は信用できると思った、うん、
でもそれやっぱりそれがそのやっぱりそのメガレンジャーも入ってくるなって言われて何を言ってるのかわからないわけですよ。いや悪いのはねじれなんとかじゃなくてもうねじれとかもう人間とかもうそれまとめていなくなってくれっていうこと。要はそのもうとにかくあのここには入ってくれるなって感じです。でも最終的にはそのあ何でしたっけあの久保田のおっちゃん。久保田のおっちゃんがそこに基地を作るということを言うわけですよ。でみんな知らなかったから あそれであの森の人たちはあのメガレンジャーにもう出ていけって言ってたのかなって言うんですけど結局あのそのそこにあの施設を作る計画も変えるってことになってよかったねっていうふうになるんですけど、うん、まあ話自体はね別に、うん、だから僕今日ちょっと時間あったんであのこれの何でしたっけレビュー書いてる人にちょっと読んだりしてこの話で結局そのねあの森の下にあるなんとかっていう隕石がどうみたいな何なんだっていうのは語られなかったって言うんですけどいいんです僕はそういうのは、うん、そういうのはね別に、まあ、荒川さんだからっていうそうなのかもしれないけど失礼それよりもやっぱりテーマがいいんじゃないですかやっぱりそういうなんかこう、うん、分かんないもの触っちゃいけないっていうねなんでそこにあるのかっていうのが分からないのにそれをなんか壊したりとか動かしたりとかしちゃいけないっていうことですよ。あのそれはねあの大事なことだと思いますよ。まあねあの分かんないからしょうがないとかじゃなくてやっぱり分かんなくてもやっぱりだから分かんないんだったら触らないってことですよね。そんな知らない機械触るってやりますけどねよくね。触ってたらなんとかなる機会っていうのもありますけどね。まあでも大変なことになることもあるじゃないですか。なんでこのボタンを押したの？いや知らないから知らないやったら触らないやってなります。そういうお話でこれは非常によくできたお話と僕は思いました。これはなんかいい話だなと思って見てました。それで途中でみんなねあの気がついてくれるんですよねやっぱりねその森ちゃんとこう人間としてまあだからこの場合人間として形で出てきたから分かりやすくてねちゃんと日本語でまあ日本語はいいとしても喋ってくれるからあの分かりやすいけどこうやってでこれをなんか人間がやるとねなんかかっこつけやがってとかね、うん、なんか非難したりするじゃないですかそれどころじゃないんだって背に腹は変えられないとかねそういうのがあるんで、あの、なかなかよくできた話でしたね。うん、まあまた、あの、この間、昨日か、あの、小林靖子さんの話の解説もほとんどなんかしてないような気がしたんですけど、気のせいだといいんですけど、一応ですね、今回は1個しか見てないんでですね、まあ初、小林靖子さん。もう、あの、1本目、何でしたっけ最後の一滴終わっちゃったんですけど、あのどうしましょう。まだ15分になってないんですけど、まああと1分20秒ぐらいですけど、行きますか日本のね。アイキャッチ、アイキャッチは気象ホップ息吹ですね。息吹。これ一番搾りが好きな友達にこれ勧めたら僕にはちょっと柔らかすぎるって言ってたから、うん、面白いですね。柔らかいの何が嫌いなんだ君。ピリッとくるのが好きなんですかね。やっぱり私は心が痛んでるのかしら。ただ年を取ってるだけじゃなくて、うん、おいしい。
この柔らかいとこがいいんじゃないですかね。気象北吹雪。そういうわけでですね、すごく良かったんですけど、この18は。でも、その、何でしたっけ。小林靖子さんの話をちゃんと、激ヤバ、俺たち知るのか。これ、まあ、ちゃんとしてなかったような気がするんで、ちょっとこれもチラッとさせていただこうかと思うんですけど、時間は余った、時間は余ったっていうのがあるんで。もう死ぬんだってなって、いろいろこう、迷いというか。で、前も言いましたけど、久保田さんの演技が素晴らしくてですね、久保田のおっちゃんの役はね、それで、すごく胸を、というか、胸を打たれるというか、本人たちにね、君は24時間で死ぬって言ってやるんですけど、要は一般の皆さんは知らないわけなんですよ。痛くも痒くもないから。でもなんかまあこれは分かりやすく しすぎっていうのもあるけど、そのガノマークが体のどっかに出るわけですよね。でそれがもう24時間で死ぬって。でそれ子供であろうが、まあ一般人であろうが、もうもちろんね、空から雨のように降ってるわけですから、みんな浴びてるわけですよね。でその人たちがなんか明日とか来年とかそういう話をしてるのを聞いて、いや、これはなんとかしなきゃいけない。そりゃそうですけどね。そりゃそうだけど、でも1時間、1日でどうしろって言うんだよって、みんな言ってね。で、結局、そのガが撒いてるわけじゃないですか。で、ガはその病気にならないわけですよね。ということは、ガに抗体があるんじゃないか。まあ、だからその、あれですよ。まあ、ヘビの、ね、血清がどういうふうに作られて、まあ、ヘビもね、自分の毒で死んだりしませんからね、うん。そういうのもいたかもしれないけど、そういうのはもうさっさといなくなってますからね。だから体の中にね、そういう毒に耐える何らかの何かがあったんじゃないか。って言って、言うんですけど。まあだから実際ね、その毒が、羽を切り取ってね、あ、最後の一滴飲んだ一覧最後の一滴一覧飲みましたね。最後の一滴、いや楽しみございました。ビールのひととき、わずかではございますがね、わずかな時間であります。1日24時間のうちね、このね、まあ昔は1日中飲んでましたからね。でもそれよりもね、このわずかな時間で飲む方がね、多分、美味しいと思う。安いし。体にもね、飲みすぎは体に良くない。たとえビールとはいえね。そう、だから、考えさせ、ちゃんとこう、まあ子供たち、わかんないですよ。わかるんでしょう。プロが作ってるんですよ。一流のね。だからこう、もう死ぬってなった時にどうする。で結果としてやっぱりその諦めない。だから大岩先生のあれですよ、諦めない限り、負けじゃないって言ったんでした。あの人立派な人ですね、ほんとね。いやーほんとね、大岩さんいいですね、あの顔といいね、とぼけた感じのね、あの服装といいね。それでこのすごく、まあ当たり前って当たり前ですけどね、でもいい言葉ですよね。こう やっぱり人を励ますね、言葉ですよね。で何をこれやってるかっていうと、それをね僕書いてきたんですよ、どっかに。それがね見つからなくてね、見つからないんじゃなくてよく見えないんですよ。もうこれからあれだね、東映特撮も老眼鏡しないとダメですね。本当に情けないね、情けないね、あ、諦めない限り勝負は負けじゃない。これほんと入れ墨、ね、ほっぺたかなんかにね、掘ったらね、
それでも温泉入れるでしょうか。どうなんでしょう。頭に入れるんですよね。髪の毛入ったら見えないですからね。それか口の中とかね、こうこういう中に見ることないじゃないか。痛いでしょうね。口の。というわけで、あの、大好きなビールさんが終わってしまいましたが、まだ9分ぐらいあるんで、あの、公共タバコをいただきたいと思います。なかなかね、あの、味わい深い。地味だけど、うん。まだ、ね、まだ19、まあ、ワンクーラー終わりましたね。12ですからね、ワンクーラーね。18だけど。なかなかね、これ、前のカーレンジャーが弾けてましたからね。失礼。カーレンジャーの弾け具合はすごかった。うん。あの、数字の1はな、兄ですか？あれはすごかった。すさまじかったですね。しかも僕じゃないって言ってね、俺はやってないって。そのね、あれは傑作ですね。荒川さんですよね。荒川さんってやっぱりすごい人ですね、うん、真面目なのもね、もちろん書くんでしょうけど、あれライターがないぞ。ライターないとタバコに火がつかない。テンテンテン、あったあったけど、ビニールかぶって、ビニールかぶってないライターあるはずよ。テンテンテン、あった。荒川さんすごいね。まあでも荒川さんだから今回のあの森の不思議な少年の話は荒川さんが書いたんですからね。でもこれもなんかそれこそまあ安子さんの話もね、生きるということは、ね、死ぬってなった時にあの死をまあ、僕なんかもね、がんっていうかリンパ腫ですから、だからもう死をこう逆算して死ぬという前提で人生を考える。それはまあ期間がね、5年なり10年なり、この場合1日ですけど、あれでありましたね、カーレンジャーで、あのなんか崩れくビルの中でチューしてチューチューとか言って、あれもすごかったけど、あれ誰が書いたの。子供があんなこと言うかね。チューしよう、チューチュー。君は絶対に私が、俺が守る。だからチューしよう、チューチュー。あれはそうだ。カレンジャー、さすがですね。まあだから、まあ諦めない限りって、まあ真面目なテーマ。まあこの森の話もね、なんで荒川さんこんな話思いついたんでしょうね。守ると不思議な少年の森。ね。で、この少年も上手でしたね。うん。で、やっぱりデビューなのかなんか知らないけど、あの、なんかさっきから泣いてるね、誰かそって。あの、誰かってあの、ええんええんじゃないよ。なんか動物が。ほら。エンジン？だからそのまあ荒川さんにしてはすごく真面目でもね、あの何でしたっけ、あのメガレッドのねセリフがね、なんかたまにね気が利いてますね。うん、すごく気が利いている。メガレッド本当なんか何でしょう、眉毛をいじってるのかなんか分かんないけど、悪そうな顔してるけどね、うん、でもあのなんていうか、そういうチンピラじゃないんですよね、彼は。チンピラっていうか、なんていうか、そういう単語僕知らないんだけど、その、なんか力でどうのとか、そういうんじゃないんですよ。ただ、なんていうのかな。でも、あの、うまく使ってますね、すごく、あのキャラクターを。で、あの、ブラックはすごく真面目でね、林道、なんだっけ、牧場でしたっけ。今、まあ、だから、あれに来てるわけですよ、要は、その、
慰安旅行じゃないけど。まだ来てるんでしょう。多分ね。うん。で、4時に起こすわけじゃないですか。これ、あれの話ですよ。ごめんなさい。行ったり来たりして。18話の話。あの、で、トレーニング、ランニングだとか。水泳したりしてね。いいですね。水泳はね、やっぱり、あの、いいですよね。いいと思います。水泳、すごく。やりたいけど、僕泳げないんでね。スイミングスクール行ったけどね。まあいい話でしたよ、これ。なんかずっと覚えておきたい話ですね。これはだから、その、味方と敵で、それ以外に地球っていうのがあるわけです。大きく言えば。だからその、だってその温暖化がどうのこうのって言ってんのに、戦争やって、戦争ね、戦車とか動いてるじゃないですか。でね、温暖化のそのグリーンハウス、グリーンハウスって、まあ温室ですよ。温室じゃない。ビニールハウスか。まあ要は、この間もそうですよ。だってあのほら、お墓参り行った時に百合の花があって、あれ一年中あるのかと思ったら、まあだから温室作ってるってことはまあ、多分、灯油かなんか焼いてるんでしょうもんね。まあ、で、戦争って言ったら、ね、お祭り、うん、お祭り、うん、まあ、うん、お祭りっていう言葉は、まあ、いろいろ人によって、昔はお祭りでもね、生贄とか捧げたり、あの、人間のね、子供とかね。だから、まあ、お祭りって言っても、楽しいばっかりじゃ、楽しいお祭りじゃない、楽しくない、悲しい、悲しむ人がいるお祭りもあるっていうか、なんて言ったらいいんでしょう。うん、戦争はお祭りは言い過ぎないような気がするけど、まあ祭りごとっていうか、なんて言うんでしょう。何が言いたいかっていうと、その、具体的になんかその、何でしたっけ、まあグリーンハウスは、ねえ、あの、野菜作ったりしてるわけじゃないですか。だからそういう野菜を食べるわけですよね。で、栄養を取ったりするわけですよね。都会の人はね。田舎は、本当はそんなことしないでいいんですよ。山があるから。あの、山菜とかあるからね。いいんです。魚取ってね。イノシシ取って。鹿取ってね。ウサギ取って。やればいいんですよ。本当はね。もうやらないですけどね。あんまり。やる人もいるけどね。でもこの膨大に増えすぎた。増えすぎたって言って。増えすぎたっていう立場に私にはないですけど、神じゃないしね。だから、あの、まあそういう、まあ必要なわけじゃないですか、グリーンハウスとかね。まあそれはまだ、まだ、あーっていう感じですけど、もう戦争ってなると、まあでも、それこそね、人口を減らすんだからって言えばそうですよ。そうだけど、それはちょっとね、まあそうなんだけど、それを言う、さっきと一緒で、それを言う立場、私は神じゃないから、それを言う立場じゃない。うん。だから、なんでこんな話をしてるかっていうとですね、その、やっぱり、やっぱりその、面白いじゃないですか。今回の話が面白いなと思ったのが、その味方と敵だけじゃなくて、その地球っていうのがあるじゃないですか。人間以外の生物っていうのもいるよねっていうね。この少年人間じゃないですかね、どう見たってね。たまたま人間の形して、あの日本語を喋るから流暢な、日本人のように。日本なんかちゃんと説明してくれて、こう感情移入もできたけど、でもそうじゃなかったら、やっぱわかんないですよね。うん。でも、それをわからない、なんでわからないようにできてるのかって言ったら、それを破壊するために、存在するからじゃないの？じゃあ破壊しようよ。もうね、散々むさぼって絶滅しようよって。まあそういう生き方は、まあてかほとんどはそういう生き方だと思うんですよね。まあ自覚していようと言われてね。でも、まあ、まあエコロジーというか、そういうお話ですよね。うん、いや、でもこういうのいいと思いますよ。あの、この、ねじれ支配じゃなくて、
人類じゃなくてそれ以外のもいるんだよっていう、そういう話はすごくいい話、荒川さんね、す人の一はな兄だけじゃなくてこういうのも書くっていうのはすごいじゃないですか、荒川さん。僕は荒川ファンですか、もしかしてね。江連たかしさんも素晴らしいけどね、江連たかしさん好きでいろいろ書きますね、荒川さん、すごい人ですね。まあね、わかんないですよ。高寺さんのあれかアイディアかもしれないし、わかんないですけど。面白かったし、すごく。これは見てよかった。そういうわけでございまして、顔の赤、お酒好きと臭いタバコ吸いと、声の聞き取りにくい YouTuber に優しくしてください。それでは、テーマ曲は、金一番搾りさん。はい、失礼、アイキャッチは、何だっけ、気象ホップ、いぶきの、晴れ風さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。皆様のおかげで美味しいビールを飲ませていただいております。それでは皆さんね、急に寒くなってきておりますが、お気をつけ、あそばせ、ごきげんよう。